週刊文春今日買ったんですけど、創価学会のね、やつが結構載ってんのかな。今、あの、統一教会のね、法律のね、あの、規制で、公明党がね、反対したりとかっていうのがあるんで、そういう面で、この創価学会が騒がれてるんですけど、創価学会の動画配信サービスっていうのがあるんですね。創価チャンネルっていうね、VOD っていうのがあるらしいんですよ。それで結構意外な人が出てるんですよね、学会員でね。まあ意外ではないのがナイツですかね。ナイツはまあもう有名ですよね。創価大学の落語研究会で組んだっていうのがあるんで、まあこれは全然有名ですけどね。あの今ナイツが一番の広告塔らしいですけど、意外じゃないのはもちろん久本さんとか、あとまあ加藤茶の夫妻とか、そういうのは意外ではないんだけど、僕が意外だったのは二つです。芸人二つですね。吉本芸人です。まずはかまいたちですね。かまいたちの濱家ですね。山内の方が違うらしいんですけど、濱家ですかね。ね、なんかヤンキーっぽいイメージだったんですけど、まあ創価学会みたいですね。前は、大阪のその地区のまあリーダー、あのニューリーダーってね、創価学会ってあれですよね、地区でね、なんかグループになって、リーダーとか選出されるんですよね。まあそれのリーダーだったみたいですね。あと、もう一つ、これも本当にこれは全然意外なの、トロサーモン、二人ともらしいんですよ。トロサーモンってね、なんか、宗教には全く無縁なイメージですけどね、創価学会なんですね。特にあの、久保田なんて全然無縁っぽいですけど、大阪の何枠のニューリーダーですって。で、あともう一人の村田さんの方も、副リーダーらしいです。吉本芸人もだから案外いるんだなーっていうね。統一教会よりは、あの日本ではね、ものすごくメジャーじゃないですか、創価学会は。多いのはわかりますけど、意外だなと思いましたね。かまいたちにしても、トロサーモンにしても、ちょっとなんか一番かけ離れてるところにいそうだなっていうところがあったんで、まあそう考えると結構いるのかな、もっと探せばと思うんですけど、俳優の遠見さんもらしいですね、遠藤憲一さんも創価学会らしいですね。池田大作の人間革命のを実感したと。感動したと。人間革命っていう映画ですかね、これね。丹波哲郎さんがですけど、僕も見ましたけどね。なんか一般の人見ないイメージですけど、僕はなんか映画チャンネルかなんかで、犬神家の一族かなんかが1位だったんですって、その時邦画で。犬神家はみんな知ってるじゃないですか。誰もが見たじゃないですか。犬神家について2番目の興行成績だって言うんですよ。で、僕はその時創価学会の映画だって知らなかったんで、初めて聞いた映画がね、そんな僕は人間革命で知らなかったんで、初めて聞いた名前の映画が、犬神家に次いで2位と思って、面白がってちょっと見たんですよ。どんな映画なんだろう、どんな素晴らしい映画なんだろうなと思って興味持って見たんですよ。まあ、丹波哲郎さんが主演だったんですけど、クソつまんないんですよ。なんだこのクソつまんない映画と思ったら、創価学会の生い立ちの映画だったんですよね。だから学会員が全員見るから、あれかと思って、興行成績が上位になったんだと思って、妙に納得しましたけどね。まあそんな感じで、だから意外なところには創価学会の方がいるっていうね、話でした。